楽天が1997年の創業以来、最大規模となる増資に踏み切る日本郵政だけでなく、中国 IT 大手テンセントの子会社米小売大手、ウォルマートなどから合計約2400億円の出資を受け入れる携帯電話事業への投資とともに、変化の激しいインターネット関連サービスでの地盤を固める考えだ。日本郵政とタッグを組む歴史的な1ページが12日に都内で開いた記者会見 T シャツ姿で会見することも多い楽天の三木谷博史会長兼社長がスーツとネクタイを身につけ神妙な面持ちで話した。今回郵政が出資比率初32の第4株主となる他テンセント子会社が約650億円出資比率365、ウォルマートも約166億円0.92を出資する。資金は当面携帯事業への投資に使う。昨年4月に本格参入した携帯事業は全国に基地局を広げている最中で、今回には人口カバー率を96に引き上げる。ただ投資負担は重く、楽天の2020年12月期決算は純損失が1141億円と2年連続の赤字になった。借入金は増え続け、自己資本比率が昨年末時点で5を切るまでに財務体質が悪化していた。携帯サービスへの申し込みは今月当面の目標の300万件を超えた。だが NTT ドコモなど大手に対抗する値下げで顧客1人当たりから得られる収入は想定より下がる見通しだ。黒字化のハードルが高くなる中、日本全国に郵便局網を持つ郵政グループとの提携が切り札になる可能性がある。郵便局の屋上などに携帯電話の基地局を設置できるほか、局内のスペースに申し込みカウンターを置くなどして協業を進める。